こんにちは、こんばんは、三浦です。今日もよろしくお願いします。張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。今日はですね、縦のラインから大学選手権を楽しんでみようという何のこっちゃっていう話だと思うんですが、ですね、ちょっといろいろ、なんで今年こんな早稲田強いんだっけっていうのを、分析してたんですよ。で、その早稲田の強さの秘密みたいなことをちょっと動画でやろうかなと思ったんですけど、なんかそこまでの早稲田推しもどうかなっていう感じもあって、一つその分析してた時に、縦のラインがやっぱ早稲田強えなっていうふうに思ったので、今日 まあ、縦のラインよくご存知の方が多いと思うんですけれども、その説明からちょっとお話ししていければなと思います。よろしくお願いします。ポジションのこれありますよね。よく、プロップ1、3、フロントロー、セカンドロー、6、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15と、まあ、いうところで、僕、この縦のラインの話大嫌いなんですよ。だけど、もう、プレイヤーの時はね、なんでそんな縦のラインばっか重視するんだみたいな、同じ15人ポジションを平等に扱え、なんていうふうに思ってたんですが、やっぱり、実際にこの今、100%観戦側に回るとですね、で、しかも代表だったり、いろんな試合をたくさん見たときに、やっぱ縦のラインっていうのは大事だなっていうのを、気づかされます。現役の時あんなにね、ムカついてたんだけどね。あれですよね。だからこれ、つまり、これ2、8、9、10、15と。つまり、フッカ、ナンバー8、スクラムハーフ、スタンドオフ、フルバック。ここの縦のラインがしっかりしてるチームが強いと。ああいうのが言われてて、ここがラグビーで大事なんだと言った。まあ、それは現役の時起こりますよね。だって僕、4、5とかだったし、まあ、やっても6、まあ、8、たま、いや、本当たまにだったな、みたいな感じなので、ふざけんなという感じなんですけど、やっぱね、観戦する方でやると、やっぱ大事だなと言った時にですね、この前、すいません、たくさんの方にご覧いただきありがとうございますって感じなんですけれども、対抗戦ベスト15勝手にやってみたじゃないですか。で、恐ろしいことに気づいてですね、縦のライン、バンと、ちょっとすげえ見にくいんですけど、なんと5分の4、早稲田っていうね、佐藤健二選手、木戸大志郎選手、細谷選手、服部選手の、早稲田、矢崎選手ということで、これは強いに決まってんじゃねえかと。5分の4なんて聞いたことないなぁなんて。いや、これ結構ね、これベスト15やっても、ここまで縦のラインが1個に集まるってなかなかないなぁと。帝京がすごい、あの時でも縦のライン全員帝京ってことほぼないなぁみたいな感じなんですよね。だからそのくらい、だから、まあ、選手たちは嫌がるかもしれないんだけど、やっぱキーのポジションにちゃんと、もうスーパープレイヤーがいると、まあ、いうところですよね。ちょっと縦のライン、ちょっとすみません、見にくいんで、ちょっとでも写真を大きくするため、ちゃんと横にしてみたっていう感じなんですが、で、この話を終えて、これ、だから早稲田は強いんだよっていう一つの要因として、動画を終えようと思ったんですけど、さすがにそれもいかがなもんかなと、まあ、いうことなのでですね、じゃあ、この縦のラインを脅かすそれぞれのポジションの選手は大学選手権どこにいるんだというところをですね、三浦が探してきましたんで、一つの楽しみの参考材料としてですね、だから今度、あれですよね、正月終わって、大学が優勝決まった時に、またベスト15やった時に、彼らに代わる逸材が眠ってんじゃないかというところで、まあ、一つ楽しみを 加えてほしいなということで、ちょっと動画をお届けさせてください。じゃあ、いきます。まず、フッカーの佐藤健二に対抗できる人間といえばですね、ジャンということで、我が母校慶応から中山キャプテンなんですけれども、まあね、残念ながらね、リーグワンでは続けないということなんですが、まあ、新しいステージ行ってもらいたいんですけど、ただですね、本当にここのレベルっていうか、トップクラスの選手なので、慶応、まあ、最初、東洋なんですけど、もうそれで負けたらもちろん終わりなんですが、やっぱ中山くんのプレーっていうのは、やっぱ本当、最後、目焼き付けてほしいなと思います。慶応の中でも本当に原田守並みのね、もうすごい才能を持って、頑張って、しかも引っ張ってくれたっていうこともあってですね、まあ、ラストイヤー、
でしかもまあ、他のクラブチームとかでは多分やるかもしれないんですけど、まあ、前線というかリーグワンではやらないということなので見に焼き付けたいなって思ってます。で別に母校だからっていうわけじゃなく本当に素晴らしい選手なのでぜひ見てもらいたいなと思います。よし、じゃあこんな感じでいきましょう。で明治の師匠木戸大志郎君に、勝つナンバー8を探してきました。ジャンプということで、まあ、ちょっと最後の方調子落としてたんですが選手権では上がってくるでしょうということでポルテレと共産大、まあね、もうポルテレでしょうとナンバー8はと、まあ、いうところで、まあ、ご存知だと思うんですが なかなか一人では止められないっていう感じで関西リーグやってたんですけど、ただね最後の方ねちょっとね相手の強度が上がってきたときにいまいち突破できてないかったっていうのがあって、共産大のちょっと2位っていうことになったのは、かなりちょっとポルテレ選手のちょっと調子の悪さかなっていうことなんですけど、まあ間違いなく大学選手権では、上がってくると思うんで期待しましょうというところですね。で続きまして、スクラムハーフ細谷君に勝つ。でねスクラムハーフちょっといろいろいろ見たんですけれども、すみません、ちょっと勢い的にすごく今ノリノリでの伸びすげえ伸びてる途中っていうこともあって期待を込めて選出させていただきました細谷君に、負けず劣らずの注目選手はジャンと東洋の生田選手ということですね。国都1年生なんですよ。うん、だからもうあと3年間もめちゃめちゃ東洋を引っ張っていくんじゃないか。とにかく今ね調子が良くて多分本人もラグビーやって楽しいんじゃないですかね。もう試合出るたびに伸びていくから。で国土地の時にはあんまスタメン出れてなかったっぽいんですけど、そういう意味では大学でちゃんと努力してめちゃめちゃ伸びてると。とにかく勢いがあるんで、まあ慶応と東洋なんですけどね、ちょっと生田くんは要チェックしておいてくださいというところですね。スクラムハーフね、他ももちろんいるんですけど、ちょっと今三浦要チェック選手ですね。で、続きましてスタンドオフモンスター、服部くんに負けず劣らず関西でブイブイ言わした天理を優勝させた上野坊選手を見たいな。上野坊 VS、服部見たいな。島があれあれか天理、ダメだ、決勝とか行かないとダメか。でもなんか見たいですね。上野坊選手ご存知の方多いと思うんですが、キャプテンの筒口選手がスタンドオフの上野坊選手がフルバックだったところを途中から入れ替えてですね、あれとか思ってたんですが、これがめちゃめちゃ天理機能してると。やっぱりボールたくさん持たせたらもうスペシャルですね。もうちょっとこの関西でのナンバーワンスタンドオフ上野坊君が関東勢にどこまでやるのかっていうのは超楽しみにしたいなと、ああいうところでございます。で最後矢崎日本代表に勝てるフルバックは誰なのかって言ったら、まあこれも和解だと思いますが、まあ帝京の小村選手みたいな、このカード対面対決と、まあいうところで小村選手と、ああいうところですね。早稲田戦出れてないので、でも早稲田と提携ぶつかるとした決勝か、なんですけど、まあちょっとね、結構今のところ本命は、提携 VS 早稲田じゃないかと言われて、なんか実現する可能性も、低くはないというふうな形なので楽しみしたいなと思います。まあね、すみません、繰り返しになりますが、別に2、8、9、10、15だけじゃないんですけど、やっぱこういう要所要所のプレイヤーがどう機能するかということで、大学選手権、こういう視点でも観戦してみるのはいかがでしょうかということで、お届けさせていただきました。少しでも楽しんでいただければ幸いです。ということで、本日は以上になります。ありがとうございました。